チョ・ジョンソクは、ジャムエンターテインメント所属の韓国の俳優である。1980年12月26日に、大韓民国ソウルで生まれる。身長175センチメートル、体重64キログラム、血液型 AB 型。ソウル蕎麦花小学校、蕎麦花中学校、空港高等学校、ソウル芸術大学園劇科中隊。2015年2月2日に、 歌手ガミートの熱愛報道を認めた。2018年6月22日に下半期結婚することを発表した。10月8日に結婚した。2020年8月第一市長女誕生。彼は大学時代の教授からミュージカルをしてみなさいと言われ、本格演技に興味を持ちながらからずっと映画俳優を目指したが、大学の時に活動したプラナで演をしていた中、 ミュージカル関係者の目に留まり、2004年ミュージカル、くるみ割り人形の脇役としてデビューした。主劇場の舞台で活動した、彼は2005年にギリシャ、2006年には壁奥ス作難、風の国、ヘドウィングなど20本以上のミュージカルや演劇作品に出演した。2008年と2009年の韓国ミュージカル大賞で男優新人賞、助演男優賞を受賞するなど、 演技力を認められた。彼は、第二のチョスヌというニックネームを得て、ミュージカル界のスターに、しっかり定着した。ミュージカル俳優として、成功を収めたが、彼の心の中に、映画俳優への夢は収まらず、この時期に、キム・ヘスの弟キム・ドンヒョンと、ミュージカル、グリースに一緒に公演した多くの劇場を訪れた、キム・ヘスに提案を受けて、映画、 浮気日和のオーディションを見て、チョンウの推薦で映画、5570のミーティングをする機会があったが、残念ながら出演が実現されなかった。2011年にキャンパスドラマ、ワッツアップで着こちないが、才能のある音楽学生の役で、初のドラマデビューをした。当初彼は、2009年ミュージカル、春の目覚めを終えた後、このドラマを1年間撮ったが、 編成が難航して2011年の冬になってようやく放送された。また2011年1月にドリームスターエンターテイメントと専属契約を締結した。彼は過去6年間演劇とミュージカルの舞台だけにこだわってきたが今後は様々なジャンルの作品を投資挨拶したくて所属事務所の契約を結んだ。所属事務所の選択に満足して これから大衆に身近で演技が上手な俳優に生まれ変わることができるよう努力すると述べた。2012年にスクリーンデビュー作であり、2012年の最高興行を記録した恋愛映画、建築学外論に出演した。彼は納得できない,いく、納得がというセリフで映画界にキャラクターを作り出し、出演時間は短かったが、強い印象を残した。 清流映画賞と今年の映画賞で新人男優賞を受賞した。現在も彼はスクリーン代表のキャラクターに選ばれている。また MBC ドラマキングツーハ h ーツで彼は映画建築学概論で 5kg 以上の体重を増やしたが、このドラマで近現人物を演じるためにウェイトトレーニングと食事療法で体重を 8kg 減量した。姫を向けた。 純愛演技で好評を受け、MBC 演技大賞と百奏芸術大賞で新人俳優賞にノミネートされた。1年に両極端の代表キャラクターを作り出した。彼はドラマと映画のラブコールを受ける俳優に成長した。2013年に映画《感情》で初めての時代劇映画に出演した。優れた演技力で評論家の好評を受けた。彼は大金賞と 韓国映画評論家協会賞で助演団優賞を受賞し演技派俳優としての地位を確立した。同年、KBS ドラマ、最高です。スンシンちゃんで初の主演を務めた。この作品は、島の村出身の元気少女スンシンがソウルに上京した後、堅実なビジネスマンの講演を受けて、スターに成長していく過程が演出されている。 彼はスンシンを最高のスターに育てようとする企画会社社長真珠の役を演じた。TBS 演技大賞で長編ドラマ部門男優秀演技賞とベストカップル賞を受賞した。2014年2月14日に日本初ファンミーティング超ジョンソクファーストファンミーティング2014スウィートバレンタインズデー最高だ超ジョンソクを開催した。 2015年2月にドリームスターエンターテイメントとの契約が終了され、文化倉庫と専属契約を締結した。以降ロマンスドラマ、ああ、私の幽霊様で、ツヤ感と優しいが共存するレストランのオーナーシェフ感、ソヌを演じた。この作品は、貪欲な諸女幽霊が憑依されたキッチン補助ポンソンと、感、ソヌが繰り広げるロマンスドラマであり、特有の白々しく、 リアルな演技に想像以上で完全に昇華して、ロコキングという就職後を得た。2016年4月に公開された映画、時間理学者で結婚を控えた1983年の男性を演じた。また8月末から放送されたロマンチックコメディドラマ、嫉妬の化身に出演した。SBS 演技大賞でロマンチックコメディ部門最優秀演技賞を受賞した。 同年11月末に公開されたコメディドラマ映画あの日兄貴が灯した光で彼は不意の事故に遭った弟を口実に仮釈放の機会を得たさ偽場を演じたまた当時同じ所属事務所であったチョンジヒョンとの進行でドラマ青い海の伝説に亀を出演した劇中の最後の人魚陳シと同じ人魚に登場して短い出演でも 大きな存在感を出し好評を受けた。2017年5月6日、7日にデビュー後、韓国で初のファンミーティング、ザ・ルームを開催した。チケットは販売開始をして5分で売り切れた。以降、台湾、タイ、日本で現地のファンと会って、アジアファンミーティングツアーを盛況に終えた。今回のファンミーティングは、彼が企画から演出まで直接参加して、 万全の準備をしていることが知られて、期待感を高めた。同年、MBC ドラマ、トゥーカップスからただいま、恋が表意中で正義のためなら、昼夜を問わず努力する刑事と詐欺師が表意してしまう、人物を初めて一人に役を演じた。MBC 演技大賞で、ガツカドラマ部門最優秀演技賞を受賞した。以降、12月公開された犯罪スリラー映画、麻薬王で2年ぶりに、 スクリーンにカムバックした。この作品は薬物を輸出する愛国がいた1970年代に根本的な密輸が伝説の麻薬王になった話を含んでおり、彼は劇中の伝説の麻薬王を追う熱血検査イングの役割を演じた。2018年にアクションスリラー映画スピードスクワットひき逃げ専門捜査班で初めて悪役,役に挑戦した。 彼は制作報告会で最初の悪役だ。私には新たな挑戦だったので本当に良かった。と述べた。また、TVN ドラマ、知っている、ワイフに亀を出演した。昨年の2018年2月に文化倉庫と契約が終了した後、2019年3月に新生企画会社のジャムエンターテイメントと専属契約を締結した。以来、 歴史ドラマ、緑島の花で悪名高い法人百科の長男を演じ、毎回完璧な方言を話すと高い演技力を披露し大好評を受けた。このドラマで SBS 演技大賞で中編ドラマ部門最優秀演技賞を受賞した。その年の7月末に公開されたアクション映画、エグジット・イグジットで観客数を942万人を動員するなど、主演映画で 最高の工業収入記録まで樹立した。2020年には医療ドラマ、賢い医師生活で、簡単水下科女教授、イクジュ順にキャスティングされた。この作品は、シーズン1最終回で、視聴率14.1%を記録し、胸温まるヒューマンストーリーで多くの愛を受けた。また自身もこのドラマの OST、アロハを歌唱した。ありがとうございます。